現役東大生、しかも2年生、まだまだ若い西岡伊勢さんに、初めての本ですかね、はい、初めてお書きになったゲーム式暗記術という本についてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、はい、こちらにありますゲーム式暗記術もそうなんですけれども、はい、偏差値35からの出発っていうのがすごいですよね。はい、その人がなぜ東大に行きたいとまず思ってしまったのか。そうですね、なんで思ってしまったのかっていう、うん、いじめられっ子でして自分が恥ずかしながら、まあまあまあ本当になんて言ったらいいんだろうな、うん、もう学年ビリだ。